巨衆は日本各地の民族伝承に登場する架空の船である。他に、うつぼ船、うつぼ船とも呼ばれる。巨衆、漂流奇襲から、流れ着いたのは日立国の原社が浜。長橋又次郎の描いた巨衆最も著名な事例が、皇述の今日は三年日立国のものであるが、それ以外にも、完成八年科学に宮の腰、し、元禄十二年終わり国圧倒期。 越後国今町、聖徳年間伊予国日降り等、明治16年神戸沖などの記録がある。織口忍前週第3巻に収録されている、霊魂の話には、織口忍や柳田国夫のうつぼ船、鏡の船に対する考察が記載されている。それによると、うつぼ船、鏡の船は、玉の入れ物、つまり、神の乗り物である。鏡の船は、荒ぶる。 床よろをかき分けて本土に到着したと伝わっていることから潜水艇のようなものであったのではないかと柳田国夫は述べているまた折口忍はうつぼ船は高いから来た神がこの世の姿になるまでの間入っている必要があるため入れ物のような形になっていると説いている巨州の形状については日立国の事例の図版が有名であるがそれ以外には 巨州の形状について記述された資料はほとんど存在しない。箱舟と書かれた資料が若干存在するのみである。巨州の伝説の中でも最も広く知られているのは、今日は3年に日立国に漂着したとされる事例である。江戸の文人や神塚の集まり、うさぎ宴会で語られた、奇談怪談を、会員の一人、極低馬勤が、うさぎ宴小説に、 巨集の音女との台で図版と共に収録され今に知られているほか、うさぎ宴会会員だった国学者、八代博方の広方随筆にも図版がある。この事例に言及した資料は現在までに7つが確認されており、内容には若干の異動がある。その内容はおおむね以下のようなものである。2014年5月26日付の茨城新聞は、 川上仁一の忍術を伝える友野家の古文書から、うつろ船劇団に関わる資料があり、漂着地の実在地名が、日立元舎利、浜、現在の神栖市羽崎舎利浜と記され、具体性があると岐阜大学の田中義光、夫名誉教授が発見したと報じた。江戸時代の UFO 飛来事件ではないかとも言われている。か、角正一、江戸、うつろ船ミステリー落光者。 2009年、54から65ページ、折口忍全集第3巻諸問全継書、165から166ページ、諸問全継書153から154ページ、UFO、うつろ船漂着地名浮上、伝説から歴史へ一歩、茨城新聞2014年5月26日版、UFO、うつろ船漂着は刃先、実在地名記載の新資料、 伝説の元の文書化、茨城新聞2014年5月13日版、安政2年5月12日、日記総ニューズへ問題編、PDF 回答編、PDF 埼玉県立文書館、ネット講座、インターネット古文書講座、ありがとうございます。